ということで今日は先日メイクしていただいた時の動画を公開しちゃいたいと思います。アングルがとてつもなく漏れていませんが最後まで見てね。綺麗だからあれですね。クマとかは気にならないですよね。そうですね、なんかあんまりないですね。クマ影でできちゃうんですけど、逆に自分でメイクするときはそのクマの影を利用して、はい、あの涙袋作ってます。いやいや本当にいいと思いますよ。本当本当本当残りをこうやってハイライトつけたら、うん、つけるだけで勝手になんかなりますよ。いい感じに涙袋が。この YouTube で開いてますね。そうなんです。でもなんかファンの人たちが毎週楽しみにしてくれているうちわの感じの毎週なんです。はい、毎週うちであのアップするのを心がけています。さすがです。中心から内側、外側、ポン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 。自分では何を使ってるんですか？私はめっちゃ適当なんでこんなファンでとか普通のファンでただ塗ってるだけです。なんかベースとかもこだわってないし、最後に最近はちょっとハイライトを足すことを覚えたぐらいで、大体しかもほぼ日常なんですっぴんで過ごすことも多いし、いや大事ですよ。お肌休めてるっていうポジティブな理由をつけて、いや何もしない方がいいんですよ、ね。まあ、日焼け止めぐらいはつけた方がいいですけど、日焼け止めはだから本当になんか肌に負担かけない方が、うん、はい、めっちゃ気持ちいいです。肌の色がこんな感じどうですか？はい、韓国のやつだからちょっと白目なんですけどね、うんうん、嬉しい。透明感の白さ欲しい。こちらはパウダーで肌を磨き上げていただいているところです。お願いします。お願いします。はい、シュシュシュッといきますよ。なるほど。首元が細く。え、そこって言われるぐらいでます。自分のシェーディングってわかんないんだよな。あ、もう自分の本当に削りたいところ。なんか濃さもなんかやりすぎちゃったりするし。やりすぎぐらいで。あ、いいんだ。ありがとうございます。ヘッドの上。横に入れます。まあ、こうじゃなくて、最近はこう、真横が結構流行ってますね。本当かなと思いながら真似してます。どうでしょう。うん、おお、なるほど。ちょっとだけ見せたいと思います。そして、まず、多分人によるんですけど、普通にベーシックでいいですか？うんうんうん。その辺がいいんじゃないですか？で、やっぱり陣中も短くしたいので、ですね、ここにも影です。どうですか、この韓国風にしますよ。韓国風になってきている。ヘッドも入れてくださいね、力加減ね。はい、最高です。そしたらハイライトをこういうの試しに、ここで シーゾーンめっちゃな。シーゾーン、あ、そこか。なるほど。これは新しいやつを。直接。へえ。うん。全身とか。これ結構。鼻が出来上がってる。どうですか？鼻が違う鼻に。これ多少変わるんですよ。うん、すごいよな。どうですか、こんな。ちょっとそんなに柔らかい感じで埋めるぐらいにします。はい。おぉ。ピンクブラウンなんで、多少ちょっと濃くても。なるほど。下だけで濃くするんですよ。なるほど。目にちょっと幅を狭める。あ、なるほど。そうすると目がデカめ効果に。すごい。このこれですか？そうです、これ、ね。ピンクブラウン。
そうするとそんなにあれなんですよ、やっても結構、そんなうるさくないじゃないですか。確かに、強調されすぎる。そうなんです。柔らかさもいいですし、肌の色にも合うと思いますね、うんうん、なるほど、ピンクブラウンで初めて見た。ちょっと探そう。結構ここのやつは、前から、あれですよ、うん、ジルスチュアートのやつは。あ、ジルのやつなんだ。ああ最後に、うんうん、このとこに入れます。なるほど、ハイライト、はい、サモンのアイフォールよりに、なるほど、ちょっとここに立体感を出して、うんうん、じゃあ色、うん、何色が好きとかありますか。メイク用品は、うん、結構ブラウン系のもので、はい、だんだん入ってるか入ってないかのぐらいのものしか持ってないんですけど、はい、こういう色とかもあったらいいですね。これいいですよね。シルクにも使えますし、アイシャドウにも使えますし、下もちょっとハイライト入れて、はい、いいですか。はい、うん、インタビューではどうしますか。これがないと結構顔が目がのぺっとしちゃう。自分でメイクするときは鼻袋あるだけで目を利く感じ。アイラインって何色が好きですか。アイラインは結構ブラウンとか、はい、ありがとうございます。黒は使わないですね。色相水系の色がはい、パキってなっちゃうんですよ、これ使うと、はい、自分でやると、はい、うん、やめましょう、黒は、うん、涙袋は結構メイクの中で一番大事。ファンデーション塗らなくても涙袋だけは作るとか結構してますね、私。ここの部分もよくメイクさんに塗りつぶしてもらっています。マスカラもブラウンとかにします。あ、はい、ブラウンでお願いします。あ、今濡れた感じは今流行ってるじゃないですか。え、濡れてるまつげ。あ、そう、マスカラ、透明感がある。え、そうなんだ。はい、そういうのとかあるの。すごい、うん、長くします。少し、そうですね、ちょ気持ち、ちょっとはみ出してもらおうかな。まっすぐ目にします。閉じてください。はい、これだけですよ。うんうん、どうですか、このくらいでいいですか。はい、閉じてください。つなげちゃいますね。はい、うん、先ほどまつげを埋めてもらっているので、とっても細いラインを引いていただきました。そうです、うん、すごい、このくらいはっきりちゃって、うん、これで綺麗なライン。濡れまつげ、いや濡れまるんですよ。ちょっと赤っブラウンみたいなのが綺麗で流行ってますよ。なるほど、これさっき言ってたちょっと濡れ感のある、濡れ感のあるマツゲどういうこと。生地なんかナチュラルに、すごい、これも流行ってます。とツヤでもこれは自然すぎちゃうんで、しっかりつけたくして、ツヤをちょっと上から立てるのかな。やったことないけど、やってます、はい、ちょっと。そうなの、でもこれでも昨日ちょっと切ったんだよ、うん、くらい。なんか毛先揃えてもらったぐらい。そう、ミクループやる前はずっとこのぐらいだったの。あ、そうなんだ、ね、ずっと人生でロング多くて、これがちょっとくすんだ感じのピンクで、うんうん、これからなんか足しましょうか、うんうん、伸ばしていただいて、はい、うん、オーバーにしていい。はい、お願いします。色笑っていただいていいですか。あれオーバーにします。はい、このままでいきます。それとも、うん、これ合ってるね、このぐらい。確かにティントなんで落ちにくいんで、これ最後の仕上げに全体的のバランスを整えていただいています。黒目が当ててください。上だけを感じ、もっと入れたいですか。いや、かわいい、控えめですけど、うんうんうん、
可愛い。はい。いいですか？じゃあ。いいですね。はい。本当さりげなくで。はい。で下にもいるんですよ。おお。しかも黒目も巻いてある。うん。これが僕の眉毛。なるほど。下じゃないです。うん。あえて。外側に。ちょっと横向いた先に。あ、なるほど。おお、可愛い。うん。もうこれさりげなくですけど。いいですか？はい。このぐらいで。